はい、皆さん、料理です。今回はですね、料理動画となっております。まあ、もともと僕ね、ずっと自炊してるという中年男子でやらせてもらってるんですけど、まあ、もともと僕の親が料理上手で、僕も親の料理がめちゃくちゃ大好きで、そんな親の料理の中でも僕の好きなランキングでね、上位に入ってくるものの、その料理の具材とそして手書きのレシピを添えて、持ってきてくれました。なので、この料理を作る動画となっております。しかも皆さん、めちゃくちゃ簡単な料理なんで、今回これ見れた方、ラッキー、 あなたはラッキーボーイ、ラッキーガール。ぜひね、最後まで見て作ってみてください。これは一人者でも家族、子供も喜ぶ、そして簡単ということで、初めて親から伝授してもらった料理をしていきたいと思います。それではどうぞ。アルパカの庭。とある休日の朝、親から救援物資が届きました。チーズとツナとコーンとおかかとクッキングシート、そして手書きのレシピ。ご飯ピザ、お米ピザ、いや、かっこよくいこう、ライスピザ。そう、ライスピザ。ついに親から声、料理が伝授されます。さあ、作っていきましょう。まずはフライパン。いやー、なかなか年季の入ったフライパン。でも実はこのフライパン、まだ3年ぐらいしか使っていません。そしてそのフライパンにこの魔法の紙を敷き詰めます。ギュッギュッと敷き詰めます。こうすることによって焼いた後もクッキングシートごと取り出せるから便利です。それではここにご飯を入れていきます。約1合分がちょうどいいかと僕は思っております。今回は1合ちょうど入れていきます。このようにここにご飯を入れて、そしてこの後薄く全体に敷いていきます。ピザの生地の部分になるように敷き詰めます。このライスピザは僕にとってはとても思い出の味となっており、学生の頃は友達が家に来る時によくこれを注文して作ってもらいました。まさかこの料理を自分で作る日が来るとは思ってもいませんでした。とても喜びながら今作っています。もうこんだけ広げたらいいんじゃないのっていう、そこのあなた、ちっちっち、まだまだ甘いですよ、その考え。このライスピザ、もっとぎゅうぎゅうにお米を敷き詰めていかないといけません。このようにグーでぎゅぎゅぎゅっと本気を出して、ぎゅぎゅぎゅっと、イメージはお米とお米をつなぐような感じで押し込んでいきます。なのでサランラップを引いて力を入れていきます。お米の生地が無事にできたら、次はマヨネーズ。マヨラーの皆さん、お待たせいたしました。マヨネーズの出番です。さあ、マヨネーズをね、こうやってかけるときね、僕は絶対このようにクロスだけをしてしまいますね。これは関西人のあるあるでしょうか、お好み焼きのあるあるでしょうか。自分の好きな量をぶっかけ、さらにそれをスプーンで伸ばして生地の表面に塗るように広げていきます。じゃあクロスにマヨネーズをかける意味なかったんけって思ったそこのあなた、ピンポン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 、大正解、ご名答、あなたは天才です。その通りです。さあ、続いてはオイルを切ったツナ缶をドバッと乗せます。まあ、そのドバッとっていう量はないんですけど、まあ一応その表現で言うとドバッとって言わせてください。さあ、このツナもスプーンで全体的に広げていきます。どこの部分を食べてもツナがあるように、後々後悔しないように、全体に全体に広げて薄く薄く伸ばしていきます。ピザはどこを食べても美味しい、どこを食べてもどこも具がいっぱい乗っている、そんなピザが一番幸せだと僕は思っております。そして次はコーン。コーンもまんべんなく全体へ、どこを食べてもどこをかじってもどこを見ても具がちゃんとあるように作りましょう。なぜ私はだんだんと片言みたいになっているのでしょうか。自分でもわかりません。喋ってる間に片言になっております。気にしない、気にしない、このまま片言でいってみよう。ちょっとこのコーンを広げるシーン、とても長くない？大丈夫？長すぎない？このシーン。さあ、ついにあいつが出てきた。チーズ、チーズ、チーズ、チーズ。こいつはもう量は多めにドバッ
とドバッとドバッと乗せまくり、もふもふにもふもふにして、できるだけ乗せた方が絶対に美味しいよ。さあ蓋をして中火で15分ぐらい焼いていきましょう。さあ15分経過しました。さあ開けてみましょう。わーお、チーズがとろとろになっている。その上からまずはお醤油を適量、そしてかつお節をさささサファ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 パンサーとかけます。もう早く食べたくて食べたくて仕方がありません。もうお腹がググなっております。早くしてください。さあついに出来上がりました。これがライスピザ。上に振ったかつお節が踊っている。そしてフライパンからクッキングシートごと取り出して、食べやすいようにピザのように切り分けていきましょう。切り分けれたら最後にクッキングシートごとお皿に乗せて、もうそのまま食べちゃいましょう。いただきます。完全に今食べてるの2切れ目ですよね。皆さん1切れ目がもうすでにない状態ですよね。1切れ目はどこに行った。怖すぎる。怖い。こんな奇妙な話あっていいのか。いやーでも美味しい。うん、やっぱり美味しい。ちょっともう片言は疲れたんで言いますが、これはマジで美味しい。懐かしい。親の味かな。うん、昔の学生の頃ね、実家に住んでた頃を思い出しますね。まだ今の実家の一回引っ越してるんで、その引っ越す前の実家、生まれた時に住んでた実家の風景を思い出しますね。こういうのいいですね。思い出の味を食べるとその時の当時の風景とかも思い出すっていうね。皆さんにもそんな思い出の味はありますか？もしあればね、コメントで教えてもらえたら嬉しいですね。さすがに全部食べるのはちょっときついんでね、半分残します。そして残したものは一切れずつラップに包んで冷凍して食べるときにチンしたりトースターで焼いたりして食べます。簡単なんで皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。もし作ってみたらまた写真とか送ってください。手を合わせてください。ごっそうさん、ごっそうさん。ということで、いいねと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。